お届けします。ポップマンです。お願いします。盛り上がっていきましょう。頑張っていきましょう。ありがとうございます。いきなりなんですけどね。はいはい。僕歴史が大好きなんですよ。そうですね。だから1回でいいからね、うん、なんか歴史上の人物とお話ししてみたかったなって思うんですよね。ああ、なるほどね。まあ、うん、ああいう方々は今天国に入りますから、天国に行ったら会えると思いますよ。ファンワンワンワン。もう下手やな、ちょっと。あー、ここが天国か。ちょっと最悪ヒゲ生えてきたんだけど。え、なんかお姉みたいな人おるやん。あんた最近天国に来た人？いや、そうですけど。はじめまして、私ペリー。ペリー？うん。え、あのペリー？そのペリーよ。そのペリー？うん、そのペリーよ。え、ペリーってお姉やったんや。あら、男だと思ってた？あ、まあ、はい。もう、そういう凝り固まった考え、開国しなさい、もう。腹立つねん、おい。うん。考え開国するってなんや。黒船。どんだけみたいに。気持ち悪かったな、ちょっと。あ、どうも、最近天国に来られた方ですか？はい。よかったら、僕の新ネタ見てもらっていいですか？え？芸人さんですか？あ、織田信長って言います。織田信長？はい。織田信長、天国で芸人やってんの？織田信長のあるあるシリーズ。なんやそれ。大名同士で茶を回しているとき、あまり飲まない奴がいる。いや、わからんわからん。はーい、織田。なんやこれ。織田信長。織田信長の変なブリッジ。じゃあ最後に一発ギャグします。一発ギャグ？泣かぬなら殺してしまえ、こと時津。ありがとうございました。あ、これギャグにしてる。教科書とかで有名なやつ。あ、どうも。はい、あ、どうも、はい、杉田玄白です。杉田玄白さん。はい、ですね、あなたのですね、その、僕ですね、あなたの、ね、気持ち悪いな、こいつ。何？気持ち悪いとは何ですか？私は医療従事者なので、あなたのような人間と関わったことがないだけです。またあなたが同じことを言うのであれば、次はあなたの体を使って解体新書を書きますよ。怖いね。めちゃくちゃサイコパスやった杉田玄白。ちょっと普通の人と話したいな。あ、なんか大変そうですね。あ、なんか変な人多いんですよ。よかったら僕の新ネタ見てもらっていいですか？小田かい、おい。はい、小田。いやいや、小田。もうええわ。出ましたー。